こんにちは。こんにちは。縦中流落書き部、はい、本日のテーマはですね、うん、映画はこう作られていく、はい、こちらの書籍の紹介をしていただこうと思います。はい、これ割と最近出たばっかりの本なんですけれども、うん、ね、はい、ちょっとこのタイトルからだと内容がよく分かりづらいかなって思って、の動画の時間をお借りして、はい、こういう本ですよ、こういうふうに使ってくださいっていうお話をさせていただこうかなと思っております。はい、でざっくり一言で言うと、この本どんな本なのかっていうと、うん、126本の映画が取り上げられておりまして、うん、はい、例えばこんな今ランダムでめくりましたけど、うん、手持ちカメラを使った映画っていうのは、例えばこんな映画、これなんだろうな、うん、夫たち妻たち、うんうん、からサンドラの週末、うん、あとはプレアウィッチプロジェクト、うん、こんな3本がこのハンドヘルドカメラを使った作品としてありますよっていう感じで、一つのテーマにつき3本の映画が紹介されてます。はい、うん、でそのテクニックがこの3本でこんな風に使われましたっていうところまで紹介されてるんですね。で何がいいかっていうと、そうですね、ちょっとページでお見せしましょうかね。はい、こんな感じですね。あのアクティングだったら、メソッド演技の俳優さんたちはこんなことをしますよとか、ディレクティングっていうところだったらフレーミング、フレームのどの内のどこにどう俳優を配置するかを検討し、シーンの絵を作るだったり、被写界深度、フレーム内のどこまでを鮮明に見せるかを戦略的に選ぶ、うん、みたいにカメラで絵を撮りますよっていうところのボキャブラリーですよね。あのクロースアップで撮る、あるいは引きで撮る、煽りで撮ります、俯瞰で撮りますっていうようなことって、割と私たちの身近にあるから、一般的にこれはこういうふうなことで撮りましょうって言いやすいですよね。これズームしてくださいって言いやすいですよね。でも映画動画撮ろうかなって思ったり、あとはこれはアニメだったりとか漫画にも全然応用が効くと思うんですけれども、映画のこういう手法をちょっと取り入れてみようかなって思うときに、それを言い表す言葉ってなかなかね、身近なところに落ちてないんだけど、ああそういえばこれってこういう言葉かっていうのが分かると、じゃあズームにしましょうと同じような感覚で、じゃあここではこれを使いましょうっていう風にできるかな。だから自分にとっての映画のボキャブラリーが、そうですね、126本取り上げてるんだけど、1個が3本使ってるから42個は確実にボキャブラリーが増えるし、それのアレンジバージョンを考えていけば表現方法がトピックが、すごく使いやすいですよね。ありがとうございます。っていうことで、じゃあ例えば具体的に私が今バーって喋ったことがどういうことなのかっていうことを、実は立中先生が応用編として作ってくださったっていうことですよね。電話してます。電話してます。もしもし。ちょっと集合しねえみたいな感じ。でまあお外に出ました。お外に出ました。歩いてます。で外に行くと鳥がワンワン飛んでるんですよね。はい、もう最近うちの近所でムクドリ先生が何羽いるんですかっていうぐらいお出ましになってまして、本当空がね暗いんですよ。うわーんって感じで飛んでます。まあ、そんなとこですね。ムクドリさん見てます。でそのムクドリさんお休みの時は電線に止まってたりとかして、ちょっとこう落とし物をね、トコ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 落とされてるって感じで。まあ、外に電話しました、集合しますよ、外に出ました、あーってやった時には、はい、残念、背中に、そうですね、背中にちょっと落とし物をちょっと食らってますねっていうようなストーリーですね。はい、ちょっと顔が変だ顔が変だ、耳が変なとこある、よしよしよ、あこんなストーリーを、はい、待ち合わせまでこう、電話してから待ち合わせまで、はい、そんでその過程で鳥の落とし物をもらいましたよっていう簡単なストーリーを書くっていう時に、もちろん
あのこれが気に入ったらこれでもいいし、はい、もっと他に演出方法ないかなって思った時にちょっとこの本がヒントになるかなって思っております。例えば一つ目のヒントがスプリットスクリーンっていうのがあって、はい、スプリットスクリーンって何かっていうと複数のシーンまたは画像に同時に目を向けさせるっていうふうに書いてあります、うん、で 3つ作でサクサクっとご覧になりますね。こんなふうにお電話してる2人が割とアップで映ってたりとか、ちょっとこう違う感じで、またやっぱりこれも電話のシーンだったりとか、このタイムコードっていう作品ではもうスプリットで4つに分けちゃってますよっていう使い方があります、うん、あともう一つキーワードご紹介しますね。パン、うん、これもよく聞く言葉ですよね。パン、固定したカメラを左右に振り、うんはい、アクションを追いかけて全てを収める、はいねうん、パンがなければプッて行っちゃうんですけども、うん、追いかけて追ってあげるみたいなのがパンですね、はいうん、パンショットにはこんな名作が作例がありますよっていうのが3つ出てます、うんうん、じゃあこのスプリットスクリーンとパンをさっきのムクドリを落とし物もらっちゃう、はい、もらっちゃうストーリーに当てはめるとーー、うん、ワンカット目はスプリットスクリーン。スプリットスクリーン。この最初をスプリットスクリーンにすると相手の人も見えるという。なるほどなるほど。あとこう会話もすごく分かりやすいですよね。うんうんまあ、どんな表情でお互いがもしかしたら一人足か三つらしながら声だけいい感じで出してるかもしれないし、うんうんはい、みたいなことが同時に伝わるし、うん、逆に分かりづらくもなるんですよね、うん、情報が多いっていうところで、まあ、どっちを選ぶかみたいなところもあると思うんですけど、はいはい、で電話でじゃあ後で会おうねってなって、はいまあ、外に出るとムクバードが飛んでてそしてですねよいしょ、はい、次はパンになると、うんうん、こんな感じになりますかね。なるほどね、はい、向こうからヤッホーって来ながら爆撃を受けてる人がいて、そうですね、でそのカメラでこっち側に違う人がいて、はいまあ、さっきのは、ね、アクション追いかけるってやつだったけど、これは、うん、あの A さんがいて B さんがい て、みたいなのをこうパンで追いかけますよっていうストーリーになるんですよね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、はい、まあまあ友達もちょっと落とし物がちょっと、はい、あこの人も落とし物を受けちゃってるわけですね。はいはいはい、それで、まあ、2人が無事無事出会うことができます。集合しましたっていうのがはい、はい、こちら、うん、出かけられるんですかこの2人は、うんうん、もう気づいたらめっちゃブルーになるやつですか。なるほどね、はい、でまあ集合し終えましたっていうストーリー、 うーんはい、はいうん、なるほど。あともう一ついいですか。はい、はいはいクロスカットっていうキーワードを今度入れていきたいと思います、はい、クロスカットって何かっていうとここに書いてありますね。別々の場所のアクションを交互につなぎ不安や緊張の高まりを複数の視点から見せる、うん、ちょっとなんか難しいこと書いてありますけど、うん、要するにあの A 地点で起こってること、うん、B 地点で起こってること、うん、それを ABAB、うん、みたいな風に見せて、うん、じりじりと結末に向かっていくみたいなことの技法がクロスカットっていうことですね、はいはい、さっきのムクバードのお話にクロスカットを使うとどんな風になるかを見せてください、はい、最初はこう A さんの電話のシーン、はいはい、で次は B さん B さんの電話のシーンと変わりましたね、うん、これで続いて A さんの外に出ました。外に出ました。うん、そして、まあ、外に出て、まあ、受け取ってますけど。受け取りました。はい。はい、で、B さんの外に出ました。うん、はい。で、まあ、受け取りましたと。はい。そして、はい、会いましたっていうストーリーですよ ね、うんうん、これは本当にクロスカットで A さんのストーリー、B さんの進行具合をこう交互に交互に見せて、うんはい、で集合できましたっていう、うんはい、そうそうだから一つ一つ撮ったら、うん、あそんなの知ってるって思われるかもしれないんですけれども、うん、意外とこう全部を
覚えてるのも難しいですし、うん、ああこういうのがあるのかっていうのを一回、うん、あの頭の整理をつけて知っておいて、うん、でなんかちょっとヒント欲しいなって思った時に取り出していただけると すごくあの参考になる本ではないのかなって思ってます、うんはい、先ほど取り入れていただいたパンについてもうちょっと深くご説明すると、はい、パンっていうのは固定したカメラを左右に振ることだよ、うん、用語集とか見ると割ともうその説明で終わってるんですよ、はいうん、でもじゃあそれを何に使ってるのかなっていう実例を知るっていうことによってさらに理解が深まるかなって思っておりまして、例えばこのラストショーっていうのが1本目のものなんですけれども、この錆びれていく街に関するストーリーなんですね、うん、そこをゆっくりパンで街の全体像を見せるっていうことで、今からあなたはこの世界の映画を見ますよ、うん、寂れた街ですね、人通りもないですね、うん、っていうところを見せるオープニングショットでパンが使われてます、はい、だったり、あとこの2番目、うん、これパンショットではカメラは固定です、しかしカメラ自体がその場所から動かないと決まっているわけではありませんっていうことで、これ何があるかっていうと、これもねあのロブスターっていう映画のオープニングショットなんですけれども、車を運転している女性が映ってるんですよ。でカメラは車についてる、だからずっと女の人の横側が映ってるのね。で女の人がカメラ車からドンって降りると、そっからパンが始まる。で意外な光景がドンってそこで映って、今まで全く視野に入ってなかったものがドンって映るっていう使い方、わあこれね、ぜひ皆さん見てください、ロブスターオープニング。おそらく英語で YouTube で検索するとちょっと出てくるかもしれないです。あのもちろんねレンタルだったからしていただいてもいいと思うんですけど、すごいショッキングなオープニングで有名な映画です。はい、からパラノーマルアクティビティ3、このパンショットっていうのは扇風機、首振り扇風機、はいはいはい、これにカメラがくっついてるから、視聴者の人は見るところ自分で選べないんですよ。パンショットっていうのは本来、見たいものを追いかけるんですけど、ここ見てたいのに行っちゃう。で帰ってくるとあーって思うシーンが待ってるみたいな、こう意図できないことをカメラが見ちゃうっていうような世界観の作り方で、まあ、例えばね、あの、なんだろう、どういう応用が効くかな、ペットの背中にカメラくくりつけてみたらどうかなとか、操縦の効かなくなったドローンからのカメラ視点はどうかなとか、なんかいろんなイマジネーションがそんな演出方法からも引き出せる楽しい一冊になってるんじゃないかな。オーソドックスな使い方はもちろんなんですけど、もうそうじゃない、最近の作品のそうじゃない、工夫の仕方とか、あとは本当にあの名作って言われてるものの、すごくあの名画って言われてるものの、本当にこうその原点となるようなその技術の使い方から、もう最新のそういう無ショッキングな使い方まで、なんかこう いろいろあの作り手側にとってはもう本当に、じゃああなたは どれを選ぶみたいなまあたくさんあるよみたいな感じのもそうだし、あの見る側にとってはあそんな工夫がされてあったのかって改めて、あの知れるという面もあって、とても勉強になるというか、あとあの特典映像とかでのインタビューとかにもなんか聞きやすくなるかなって気はしました、すごく。いろんな言葉が出てくるので、そういったのがこう聞き取れると割とより深く理解できるかなっていうのもすごく感じました。はい、こんなふうにあの基本的には1作品につき1枚の大判のカラー写真がついておりますので、その写真を1枚見るだけでもこう、何かが伝わってくるようないいショットを選んでるんじゃないかなっていうふうにも思いますので、ぜひぜひあのこれはフィルムスタディと同じようにスケッチするのも模写するのもすごく面白いと思いました。あのいやそれこそいい写真だし、であとその意図がすごい、ショットの意図をすごくあの解説しているので、それ込みでスケッチするとなんかすごく楽しいかなと
思います、うん、ありがとうございます。はい、皆さんもよろしければぜひ映画はこう作られていく、うん、ちょっとタイトルが大げさかなっていう気もしますが、映画はこう作られたっていうの過去の名作を振り返るではなくて、これをベースにして未来の作品を作ってくださいっていうようなメッセージ込みのタイトルになっております、うん、ぜひぜひお手元に一冊、はいはい、英語版はこちらです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では縦中流落書き部、はい、今日は本のご紹介でした、うん、また来週、さよなら。さよなら。